どうもエプロンです。今日はレシピ本にも載っている250万回再生していただいた、とっても反響の高かったチョコ蒸しパンの作り方をご紹介します。ふわふわにするポイントを押さえて、みんなもふわふわを味わってください。まずはボウルに材料を合わせていきます。よく牛乳を豆乳やアーモンドミルクに変えてもいいですかというご質問をいただくんですが、 OK です。豆乳、アーモンドミルク変更しても美味しくいただけます。ちなみにお水でも作れますよ。少し膨らみにくくなるのでふわふわ感が減ってしまうんですが、十分美味しく作ることができます。お水で作るとふわふわ感は減ってしまうんですが、もちっとします。こっちの方が美味しいっていう方もおられると思います。混ぜ終わったら粉類を入れて混ぜていきます。調整ココアしかないって方もおられると思います。調整ココアでも美味しく作れるんですが、やっぱり純ココアに比べると濃厚さがなくなってしまいます。ここでまた一つポイントがあるんですが、ホットケーキミックスを入れた後は混ぜすぎないこと。白い粉が見えなくなったら混ぜなくて OK です。念のためにもうちょっと混ぜとこうかなっていう気持ちよくわかるんですが、ここは我慢です。取り出しやすくするためにクッキングシートを使用します。ないと容器にくっついてしまうんですが、味には問題ないので、なければなしでも OK です。生地を流していきます。空気を抜こうとしてトントン落としたりはしないでください。硬い仕上がりになってしまいます。ふんわりとラップをして加熱していきます。ぴったりではなく、ふんわりのせるイメージでかけてください。私はラップ台も節約をしたいので、ラップではなく蓋を斜めに乗せて加熱しています。蓋を閉めるのではなく斜めに乗せるだけにしてください。電子レンジを600ワットに設定して5分加熱します。もう完成してしまいました。あっという間にできてしまいます。念のために串を刺して生の生地がついてこないか確認しましょう。もし生の生地がくっついてきたら、一度蒸しパンをひっくり返して耐熱容器に入れて30秒ずつ再加熱していきます。濃厚でふわふわなとっても美味しいチョコ蒸しパンです。みんなもぜひ試してみてね。私のナレーションどうやったでしょうか。アドバイスいただけると嬉しいです。関西弁抑えるのに必死で何回も撮り直しました。標準語難しいです。ちょっとうるさいとか聞こえへんとか鼻詰まってんのとか何でもいいです。アドバイスください。